ハピナスデッキ作ってきました。型がいろいろあると思うんですけど、僕が持ってきたのは溶接工型です。パワフル無色も入ってます。基本的な動きとしてはまずここを取ります、はい、理想としては、バトルバハピナス、手張りパワフル無色エネルギー、はい、で溶接工で、2エネ加速します。で、まあ、もちろん炎デッキなんでかまどとかも入ってます。デレネとかも入ってます。なんやかんやあってトラッシュにパワフル無色落ちてました。すると方向1ターン目で理想はハピボマー、自分についてるエネルギーの数 ×30 123溶接工2ともにね、サザンが9プラス10 100ダメージ足す、パワフル無色エネルギーのプラス20120ダメージが方向1ダメージ飛びます。え、待って、こいつじゃあさ、パワフル無色じゃなくてヒーだった場合普通に、はい、100ダメ出るってこと？ 100ダメ出ます。高1であのさ、なんだっけ、大ガイストじゃなくてなんだっけ、あ、大ガイストの 3N 分と等しい。え、これこいつ種ポケモンのくせに大ガイストとマジカリフ出すの？そう、やばやば、高1でやばで、しかもエネルギー加速自身でするの。一番やばいのはこのエネルギー加速で、まあ、もしこうじゃあ3エネ何でもいい、この望むならダメージを与えた後にトラッシーからエネルギーを3枚まで選び、このポケモンつける。あ、じゃあ基本エネでも大丈夫？そう、もちろん非エネでもいいし、このパワフル無色でも、はい、ってことはこうつきました。120与えます、はい、で次の番はもう何もしなくても12345663181足す10190足す20202020802070ダメージ。強っ。え、待って、大外線よりこっちの方が火力出るのやばいんだけど。やばい。強っ強っ。これが超理想。これできたらもう100点。なるほど、パワフル無色を3枚落とすっていうのが理想なんだね。理想はね。理想は。え、他にアタッカー何採用してんの？アタッカーいろいろいます。結局こいつ白桃桃タイプが弱点なんで、まあ、何かしら回答は欲しいなと思ったので、こいつパイロ V、はい、まあミュウミュウ入れるかっていうのをね迷ったけど、まあ、パイロ V にすると何がいいかというと、タフネスマント。タフネスマントで、もともと HP250 っていう高い HP を持ってるんだけど、さらにプラス 50HP300 種ポケモンで HP300。 なるほど。それが共有できるっていうのも強い。なるほど。で逃げゼロももちろん強い。こいつでスタートしたら、じゃあクイックボールでって言ってハピナス持ってきてスッとバトルバトルとかするし、まあトータイプに対して、抵抗を持ちながら殴れる。やばい、 HP さ300なのに取られる際で2枚だもんね。割に合わなすぎる。確かに。しかも火力は大ガイスと同じ火力っていうか、それ以上の火力出してくるわけだもんね。出します。強っ。やば。まあ本当はね、いろいろと、まあもちろんこのヒードラン。そう思ったの。ちなみにね、これヒードランでハピナス自身にいっぱいつけれるじゃん。そうそう。だからヒードランの特性で、その例えばね、パワフル無色じゃなくってもう火がバーって。ああ、なるほど。ついてました。よっしゃ。この後でじゃあポケモン入れ替えやって言って、ポケモン入れ替え。はい、じゃヒードランと、特性バーニングロードで、場についてるヒエネを好きなだけ自分に動かす。さらに、ヒートボーバー GX 自分についてる、このエネの数かける50ダメージ、もしこうだったら450ダメージ123456789454550何でもワンパン。ちなみに俺が思ったのはね、こいつさハピナスのさテキストがエネルギーだったら何でもつけれるやん。そうです。でまあ俺ね、そのテキスト見ちゃったら特殊エネルギーめちゃくちゃつけたくなるから、まあ、ダブル無色エネルギーもそうなんだけどまあエクストラで考えて、電動とかエクストラで、でヒート炎エネルギーがさ、ヒート炎だっけ、なんか HP 上がるやん。上がるね、炎ポケモンの。だからハピナスでヒート炎エネルギーをハピナスにつけて、でも効果意味ないやん、あれ炎ポケモンにつけてる時だけ HP 増えるから。増えるんだっけ HP。1枚月20かな、20上がる。だからそのハピナスにつけた炎エネルギーをヒードランでパクって、ヒードランで耐久するとか。ああ確かにね。ストーンとエネルギーをハピナスにつけてカモネギで耐久するとか。カモネギネギがないとネギがないとネギがないで耐久するとか。基本炎じゃなくてもいいからそういうことができる。ヒート炎を持ってこれる。ヒート炎も確かに持ってこれるはず。ポケモンについての場合はヒート炎は炎エネルギーだからあれも動かせるはずか。面白そうじゃないと思ってたのよ。なるほど。まあ思ってただけで組んでなかったんだけどまあこれは言うてね、ダブル無色エネルギーのおかげでハピナス火力出るからエクストラが電動かなって思ってたから組んでなかったのよ。と思ったら小畑がスタンで組んでたからそれっぽいやつ。はい。やめました。ハピナス使いたいと、可愛くて強いハピナス。可愛いから使いたいです。え、ハピナス何積み？実は2です。他にポケモンいるんですか？めちゃくちゃいます。あ、これはもう溶接工使ってるなら確かに。結構そのいわゆるなんかファイアーツールボックスみたいな。ファイウール。そうそうそう、ファイウールとか。なるほど。そうだね、アタッカーで言うとその辺かな。まあもちろんこのボルケニオンですね。もしこうして溶接庫使いませんでした。でもフレアスターターでハピナスに3エネつけて、なるほど。まあ次のターンから高火力で殴っていける状態にも作れます。なるほど。この辺が主に入っているカードかな。あとはシステムかな。じゃあこのハピナスとか取られちゃった時にリベンジバーストで。そうだね、最終的には溶接工を打ててれば、例えば、まあ、取られ方としては、ハピナス取られる、ヒードラン取られるとかで、まあ、4枚取られてて、じゃあ、取った、サイドの枚数 ×30 なんで、3、4、10に120足す120、140ダメージを、こいつ単体でバシバシ取られる。なるほど。まあ、しかも、やっぱりこのタフネスマント。タフネスマンも対応してます、パワフル無色も対応してますということで、まあ、この手を採用したりとかな強いはいという感じで作っております。小畑が後ろでつきながら渚さんが回す。わかりました。これが対戦相手になりましょう。頑張ります。倒すは知らん。じゃあカットしてる間に俺自分のデッキ紹介するんだけど、僕が使うのは黒馬バドレックス V のデッキです。でこいつせっかく天だからエネ加速する効果持ってるんで、もうそれにスポットを当ててですね、僕のメインアタッカーはザシアン、相手が VMAX 使うデッキだなって思ったら、僕は黒馬バドレックスに草エネルギーか鋼エネルギーを1個つけとくわけですよ。こいつの効果で手札1枚つけるで2ドロするでしょ。で手張りで草エネルギー張るでエネルギー付け替えでこれつけるってやることによって相手の VMAX ポケモンを出た瞬間に殺すっていうデッキがこれコンセプトです。VMAX しなかった場合に倒す術が欲しいということで、これも別にそんなことないけど、これとこれ採用させていただきました。これね、俺今までブレイブキャリバーめっちゃ打ってた、この掛け真似で。これブレイブキャリバー打てるマーシャドとイエスさん、小畑のハピナスが嫌いすぎて入れた今だったらハピナス的に回すでしょ。このイエスさんはマジで気をつけておいてください。はい、はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ先行もらいます。はい。黒馬バドレックス V。ファイアロ V。3もらいます。ドロー。じゃあとりあえずイニシエの墓地貼ります。手札からエネルギー貼るたびに20ダメージダメ3が乗ります。はい。溶接工で2エネ獲得しますって言っても2ってことでしょ。そう4個ダメージ乗ります。これで溶接工に対して。やべえ。進化の5。ごめんなさい。ポケモンが何も出せない終わり。あいつ倒したら勝ちだぞ。しかもエネルギーも張れてない。頑張る。さっき説明で鋼エネルギーが草エネルギー張るんだよって言ってたけど張れてない。それさどうしよう。とりあえずハピナス出します。はい。ポケモン通信でを戻します。はい。山をしっかり確認しよう。はい。ちなみにこれ確認するべきは何を確認すべきなんですか？ちょっとカメラに見せながらでもいいですよ。これ確認すべきはまずはヒードランがいるかどうか一番大事、はい、まあ最終的なね奇襲効果というかね大事、まあ、ボルケニオンはこの段階では多分いらなさそう、だからハピナス自体がいるかもちょっと大事、はい、まあ2枚しか採用してないんで、あとはまあ溶接庫の枚数だとか。なるほど。溶接工はこのまあなんていうのキーデッキは溶接工がいかに打てるかっていうのもあるので、この枚数が大事です。あとはまあ公式上でレンネクロバットは111対1なので、まあそこは両方いるかなっていう。はい、じゃあ持ってくるのがさすがに墓地うざいんでマーシャドウで。マーシャドウ。マーシャドウ持ってくるの余裕ありすぎじゃないまあまあいいハンドなんですよ。なるほどね。マーシャドウ持ってきます。はい。何を切るでしょうか？クイズです。これとこれで、はい、そう素晴らしい。やったー、当たってる。じゃあフットボールでボスのシルエット出しします。ボスの指令、トロシが正しい。正しい。なるほど。デデチェンジ。はい。デデに持ってきます。その前に。その前に。友達手帳を使って。ああ、なるほど。正しい。正しい。正しい。デデンデで巻き込んでは、友達手帳もボスもいっちゃったっていうのをするために、まずはクイックボールであえてボス落として、それをまあ復活する。はい。はい。で、デデチェンジ。はい。6枚。私は全力で溶接工は引きに行きたい。なんだって、僕はワードレックス V は、ここでさっき言ったように、100を与えといて、次のターンに220を与えたら倒せない。VMAX になったとて、そいつ倒せる。なるほど。積極的に溶接工を打って、あいつを倒していきたい。とりあえず、マシャドリセットホールで、はい、します。イニシエの墓地消えました。あ、そういったもんですね。ロケニョン。保険です。出しました。フックボール使います。偉いです。パワフル無色。ああ、どうかな。ではないらしい。おいおいおい、パワフル無色だろ。でも、手札は手札にパワフル無色を残してるから、ハピナスが攻撃してくるんだ、このターン。の可能性もある。アクロバットを持ってきます。ああ、そっか。パワフル無色でいいか。パワフル無色でしょ、やっぱり。パワフル無色は正解だ。お、またミスか。ミスかミスか。はい。これで、アクロバットで直引きの、友達けんかった溶接工が来たでも、右に貼れるから。わからん、手札見てないからわからんけど、溶接工引きに行ってるってことか。溶接工4、おけきは4ですよ。もうこのまま、いいですか。3枚。弱い。触れないまま。8。触れなかったです。この場合のためにボルケニョン出した。なるほど。このエネルギー捨てなかったから、そこでこいつがボルケニョンで寝かせてするよということですね。逃げます。レアスターターです。はい、どうぞ。3枚。はい。ハピナス。まあ。高熱爆破。でも本人がハピナスって言ってるからね。どっちがいいと思いますか。これが答えでしょ。ハピナスボルケニョンはじゃあ丸い選択ではない。はい。頑張れます。ドロー。逃げて2円落としても次の打った時にその2円分全部自分に回収してつけれるからね。黒板に進化。なるほど。雑誌を出します。この機械のアドバイス。鋼ね手張りしちゃうんだよな。技打てないからね。ここに貼っちゃいましょう。はい。博士で7枚、1、2、3、4、5、6、7枚引きます。はい。3回戦。終わりです。黒板出します。はい。プレイ。はい。メーカーの使いから。そう、ゲン耳の角が使える。ゲン耳メーカーの扉で少年つけて、そしたらやっぱりこのフレアスターターで2エネつくのはすごく意味があって、今ちゃんと盤面に4エネ以上あるので、高熱爆破っていって120ダメージ、110ダメージ、110ダメージとかしました。ゲン耳。はい。そっか。明快。ゲン耳につけちゃう。2枚いきます。はい、その馬引けるのかい？その馬引けなかったね。引けなかった。馬引けず。これ実は相当でかくて、デデンネット。あ、終わりた。ぬるっと。で一枚いただきます。まだ貼ります。です。2持ってきます。はい。2戻して2。なるほど。フックボール。あ、ミュウを。私は出してなかったよね。そう。いきます。はい。そっか。どうせこれやね、ここは。2枚。いや、1枚。1枚です。1枚だけなってきます。はい。で、あ、違う手張りを。ごめんなさい、すみませんでした。はい。で、エキサイトステージです。これも逃げてます。逃げました。そうですね。はい。そうですね。お、ハピナス出てきた。一番。ハッピーボンバー。100ダメージですか。ダメですか。はい、そうです。大ガイストと同じ火力。フラッシュからパワフル無色 DNA を加速で突き出るダメージが 200？ 現状210、1個手張りができれば飛びます。なるほど、まあここにスタジアムあるから、まあ、確定で飛ばすことができるってことですね。はい、3枚回す。ドロー、冥界の扉2枚。はい、マンシャドウ出して巨大なかまど潰します。はい、手だからエネルギー入ります。ザシアンにお、出たザシアン育てていく。しかも最初に紹介した時のだとね、エネルギー付け替えで育てるって言ってたんで、普通に超強く確かにちょっと違うんだよな。ポケモン入れ替え、お、どっちを打つんだこれは。さてはこれマンシャドウ使うんだそれ。これやるためにやったんだ。ボスの指令使います。はい、ボスの指令テキ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 トゥイ手札3枚、こっちは3枚で、こいつも逃げるコストが1だと。はい、ホラーハウス GX 使います。はい、お互い手札が7枚になるようにします。4枚どうぞ。僕も4枚します。234エネだ。次のターン相手は手札からカードを出して使えん。はい、ドロー、挽回します。3枚ます。ドロー、ここであのハピナスぶち殺しておきたいんですよね、本当ならね。7枚ですもんね。はい、グッズとトレーナーズ全部含めて5枚あると250、250ちょうど。止めます。霧の水晶を使います。はい、イッサン持ってきます。霧の水晶を使います。はい、東映ね、エネルギー転送を持ってきます。使います。いきます。イエスさん出します。イエスさん黒板の効果、手札から超エネルギーつけて2枚引きますどうしてもイエスさんにハピナス取りたいまじゃん。進化の効果、お、来た2回目の黒板2匹目、そのまま進化させます。黒板2枚。はい、ボス引けず。よかった。ボス引けないんかーい。引けないんかーい。お前ボス引けないんかい。ここまでやっといてボス引けないんかーい。冥界の扉、冥界の扉なんで、あと1枚手札からエネルギーが貼れます。はい。貼れますね。プリマザシアン、普通に手張りで育ててしまいましたね。そんなことある。割と毎ターン手張りちゃんとしてた。丁寧に丁寧にザシアン育てた。箱入りザシアンです。ポルターガイスト、相手の手札見ます。はい。いや。あぶねー、1、2、3、4枚あるんで200、5枚です。1、2、3、4、5枚、250が、まあボス引けてないんで。はい、じゃあ250ダメージで気絶、最大2枚でございます。あ、まずは2ケゼロからあやろ、偉いあやろです。どうぞ1枚いただきます。僕らの嫌な人は誰ですか？僕らの嫌な人はあいつだ。本当か？本当か？そうですね、こいつだ。もうしめしめ出してくれましたわ。やったー。で、ボス引けないんだけど。そうだね、偉いね。で、かまどを貼りますね。はい、で、切ります。1枚で、これはもちろん貼る。どんどん耐久値が上がるじゃん。爆弾ですよ。じゃあボスの指令で。マジか、ザシアン。違う。そんなもう丁寧に育てられたね、ザシアンいらないですよ。一生めくるくしてるわこれ。いいから出るな。箱入りザシアン。では逃げねゼロで逃げます。はい。買っちゃいます。で2枚。戻します。手札に。はい、ではこのまま殴ります。はい、改めて2、3、4、5、6、7、13、21。はい、2枚いただきます。いや、もったいない、なんでさっきボス引けないの、あんだけブイブイさせといてよ。ブイブイさせといてよ。でも手札いっぱいあるね。いっぱいあります。やべえ、6枚あればやべすぎた。下手こいた。6枚あればシートドロー。あ、更新された。6枚あればし、冥界の扉使います。冥界の扉。どこにあるよ、お前か？お前誰か強いわと思って。ハッピーボンバーパクられる。弱。あ、でも3円ついたらだって100なんだもんね。100じゃん。こいつ大概数と同じ火力出るんだよね。え、ここにつけましょう。マジで言ってる？お前ハッピーボンバーや。場の省エネだけど、場の省エネってさ、やった。塗り返しだからね。はい。お。省エネ。こうか。なんかもうエネルギー世界だから大概人出ないじゃんか。まあでもエネルギー世界なんかこのデッキ100枚ぐらい入ってる。余裕だ。まあでもじゃあこうなってます。これ。なんだよね。手の名前ですか？やばい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 、バレたバレた。はい、123456789。やばい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 。9枚中6枚やればいいの。9枚やばくない？さすがに。余裕でしょ。9枚やります。さすがにやばいそれは。風船張ります。はい。ポルターガイスト。うわあ。見てください。怖いな。3枚。1、2、3、4枚。ただってあ、私白かったから。150ダメージだ。はい。150くらい詰まった。そうなんだ。じゃあ1枚いただきます。で今こいつが確か260点だね。何もしなくてもあのお化けちゃんは倒せるから、はい、ここは実はこいつ加速しなくてもよくてこいつを育てよう。そうだね、そうしよう、そうしたい。じゃあ無節化使います。はい、2枚をファイヤーをつけます。あ、そっか、そうしたらね、まあいっか、あんなもん4点だって食らってやれ。はい、その瞬間イニシエの墓地の効果発動。ダメか4個乗せてください。150になったらアメージングソードで死ぬぞ。やべえ。3枚。はい。おお。まあまあそれはほぼ。あります。偉いね。手張りをします。でも切ります。はい。で、ね。押します。あ、じゃあ、かまどにくべようぜ。かまどに火をくべていい？くべます。まあ、そこは持ってこなくても。持ってこないです。はい、まあ、これでも、これで。新品のバトルクスが出ても、ワンパンス化け物になってるから、こいつは。ハッピーボンバー。260ダメージ。で、取らしたら、2枚かな。もしこうなったとしたら、こいつが生きてる場合。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9、3、27。足す10、280、足す。340。はい。340出します。出します。新品のバトレックス倒します。3枚。3枚。はい。3枚出ます。ドロー。冥界の扉。はい。お、ちゃんとついた。2枚します。エネルギー転送。転送。ない。なかった。ない。付け替え、はい、付け替えていった。これでタビナスは倒せる。1、2、3、4、5押せますね。タビナスは倒せる。ちょっと一回山見ます。はい、進化。今一回だけ使ったんだっけ？両方使ったっけ？こっちだけ使った。サポートはマジ使います。はい、さよなら。さよなら。こっちは4枚。5枚。手札からエネルギー張ります。はい。草エネ。はい。それは草。それはさすがに草。大ガイスト。1、2、3、4、5、3、15、16、160で死。はい。死にます。最後2枚取ります。はい。残り2枚。頑張るよ。で、エネゾロだからとりあえず出します。はい。さあ、1枚いきましょう。じゃあまずこれは何をやるべきでしょうか？寒気の前。違います。寒気の前違います。違いました。違います。違います。実はさっきバリーされた時に手にボスありましたね。はい。で今下にボスが1枚いっちゃいました。今度は山を待ちたいし足もしたい。はい。かまど使います。扱うかもしれないな。でこれを寄せてこう。今一番使わないのはまあヒードなんかな。ヒード。じゃあかまどで切ります。はい。1枚だけ。1枚だけ。持ってきます。はい、デスカットします。はい、お願いします。お願いします。いいカットをお願いします。はい。はい。カード取ってるんでわかります。やめて。先ドロー警察。はい、どうぞ。そうです。先ドロー警察。ああ、それね。はい、寒気の前。寒気の前。3枚。えらい、はい、混ぜてよかったね。混ぜてよかった。じゃあボスマシャド。剃ってるからわかった。本当に本当にそんなこと。優しい。ありがとう。聞かせてくれる人。グレンの翼。このピカチュウの顔見てもそんなことができますか。グレンの翼で。ああ割ともやめない。どうぞ。ありがとうございました。あれなんだけど。ありがとうございました。やったー。むしろここにボスいたんだけど。コバさんのハピナス強かった。難しかった。覚えたら大丈夫。まあそうだね。結構アタックする人は限られてるから、あの人はああいう動きできるなっていうのをまあ自分で事前に知ってると、まあ臨機応変に点につけて殴っていけるかもね。先生がいなかったら私は多分負けてたかもしれない。ボトムに沈んだボスを拾い上げてくるっていう努力ははいしますこれから。なるほどね。ありがとうございました。ありがとうございました。小畑さんのハピナスね。優勝を目指します。小畑これ優勝したっけ？なんかこのデッキコーチああテルナハイ。テルナハイ優勝。リーグプラスよろしくお願いします。